はいどうもヤングでですす皆さんお元気ですか、えー、今日はですね「哀れなる者たち」という、ね、映画、えー、話題作ですよねそしてめちゃめちゃ面白いと皆さん言ってらっしゃいますね今年1位じゃないかっていう方もいらっしゃいますねマ・ストーンがエロいって話をみんなしてるんですけど、あのーまあ、僕からするとそれはどうでもよくて、えー、その話もしますけどあの、ね、この作品で、ね、何がすごいって男の 問題っていうのを男がですね自虐的に完全に晒していくんですよ1個ずつね5人のダメ男が出てくるんですけどこんな風にして男ってダメだよねっていう出てくるんですけどその中に中心となっているのが女に愛されないんだったら自分専用の女作ろうっていう発想で俺は神になる創造主になるっていう。 えー、こういう病がありますよね日本人にもね日本人じゃねこのアニメオタクとか漫画オタクとか、まあ、漫画家とか我々はその男たちっていうのはどっかでその光源氏の紫の上が羨ましいっていうねプリンセスメーカーしたいみたいなねそういう病を抱えてるんですけど病を抱えてるんですけどそれについての、えー、物語でもありますね。それがまあ中心なんですよねまあ えー、愛されなかったら自分を愛してくれる無垢な女の子を作ろうじゃないかっていう話ですよね。これはまあ、まあ、古くからはねあの谷崎から手塚治虫から、えー、いろんな人がやってるんですけど、まあ、今回そ,そこが最も面白い部分でそことの関連でいろいろ語りたいっていうのとその一方で女がですね女になった時に <laughs>。 女が女を解放した時にどういうパワーを得るのかっていうのをまあ体験させてくれるそういった映画もあるわけですよねつまり5人のダメ男と女を発動させていく女の話でもあって <laughs>、えー、この辺詳しくお話ししたいと思いますそしてこの作品ねどう考えてもね一つのアートですよねアートとして作られてますねで衣装にしてもそうだし、えー、古今東西の、えー 有名な絵画とかみたいなものから引用されてるっていう部分たくさんあるんですけどそして何と言ってもね、えー、どうしてもこいつのことを考えてしまうエヴァンンゲリオンのイカリゲンドウさんですね、えー、あの方を思わざるを得ないというかねまあはっきり言うと今回ですね「えー、哀れなる者たちってエヴァンゲリオンじゃねえの?」っていう話に近いかもしれないですねででもそんんななな単純な話じゃいいと思いますんでね。 えー、その辺もまあ掘っていこうとは思ってます。ね、頼りになる相棒も来てくれているので、えー、盛り上げたいと思います。山田大蔵のヤングスさんでスタート。 さんでどちかでございます。いや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 、先週は結構シリアスな話題で、いつものやんさんと全然違う感じだったんですけれども、ニュースになりましたね。いや本当にね、大変なさい。お疲れ様でした。あのヤフニュース見たんですけど、あの皆さんのね、なんですか、あのゲストの方含めていろんなご意見をね、こ書いてあるけど、俺の意見だけ全部カットする。 確かに。俺何も喋ってなかったけ確かに。コメントでだいぶ声がでかい、声がでかいって結構ね来てる。声がでかかったな。あ、声がでかいんですよ。いつもな。声がでかいでおなじみの。確かに。そんなキャラ。いやいや、柴崎匡って呼ばれてる。あ、確かに。あ、うちのベラさんが。ベラよ。今日はベラさん。何なんそのベラよ。ちょっとね、ちょっと今恥ずかしい。 恥ずかしいんや <laughs> あと慣れ、こんなに伸びたことないんですよあ、そうなんだ髪の毛があーそうね、いつも短いもんねはい、なのですごい変な感じです、うん、ということでご紹介しましょう、はい、えー、まあ。 ラジオのバグラビッツの方がおなじみです。久しぶりでございます。伊沢恵美子さんです。妖怪人間ベラです。よろしくお願いします。早く人間になりたいという。はい、なりたい。早く人間になりたい。なんだそれ。そんなあれだったっけ？でもそういう話じゃなかった。まあそうです。いやまあまさにそれか。うなんです。そして今日2週ぶりにしみちゃんが。はい。 まあ先週はちょっとあの話題が話題だけにしみちゃんいても、俺だけですらお前誰だよみたいなところにこの美容師誰だよみたいなわけがわかんないことになって思ったんで、先週ちょっとまたお休みしていただいて今週二週間ぶりに二週間ぶりんかはいしみちゃんなんか今日白いね画面が本当ですねちょっと真っ白ですねちょっと調節が雪雪かな山下慎吾さん。<笑>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 

お届けします。そうですね。今日はちょっとだから先週とはもうあの打ってかって通常放送でご機嫌にやっていこうかなと思うんですけども、話題作、哀れなる者たちをやろうじゃないかということ。段かの賞を取るんでしょ。これって言われてますね。アカデミー賞ですか。何らかの賞を取るんでしょ。っていうくらいまあ絶賛ですね。今年一っていう人もいますよね。早くもね。あいますか。います。そうですか。はいはいはいお前はまあまりなかったよね。 浜まんで面白かったけどなんかこうどう味わったらいいのか分かんない料理みたいな感じが私も映画としてすごい凝ってたりとかこの「エマ・ストーン」ねち顔が好みじゃないって書いちゃったんですけど SNS に。だったのに。 いや演技やばいなこの人っていうのはすごいありつつちょっとしたこの監督の変態性というかが気になるところはいっぱいあるからねギリシャ人の、はい、ギリシャ人ギリシャ人なんですか、うん、そうですよギリシちょっと面白いよね原作がスコットランドでそれでまあ監督がギリシャの人でって言ってさちょっといなんか変わった組み合わせっていうかね ちょっとなんか、人間はこの人信じてないのかなみたいなあ、両者かなんちょっとそれであんまりハッピーにはなれなまあまあハッピーになる映画じゃないかもしれないけどちょっとそれでねうんって思ってたんですけどまあね、ね、ねその話もしたいですだから、フェミニズム映画とか言われてるけどそのつもりで作ってんじゃないんじゃないのっていうそのがバービーがあったからなんかそのカウンターじゃないけどカウンターっていうかその続編っていうかそれを。 なんか流れで見てしまったんですよ先入観でその意味合いはそれがちょっと失敗したかなと思いましたねまあそこだけではないというかむしろそこじゃないところを言ってるよねっていうそうですかはいこれはあのすごく癖の強いスープムービーだったなと思いましたもっと早く売れましたスープムービーではあったのねスープムービーではありました染み込む部分がやっぱりあったので染み込んできた染み込んできましたそのの時におぼろげながらあ ある人の名前が浮かんできましたっていうのが今回の感想です。はい、じゃあ後でそれをね、じっくりお願いします。含み持たせるね。はい。どうも。そうですか。すごい。すごい深いこと言ってくれると思うんで。ちろんあれですか、ファッションにもね。はい。あ、そう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 。いういろあるはいはい。あ、ね、そうそう聞きたい。髪型とかね。髪型も聞きたい。はいはいはい。ま、じゃあえっとどんな映画だったっていうのをちょっと軽く説明しますね。ざっくりとね。見てない見てない人もいっぱいいると思うんでね。え、まあ。 思考、えー、実験ファンタジーとででもううやつでしょうねだからある女性が自殺して、はい、でその自殺した女性のお腹には胎児がいたとそれをまあ偶然見つけたマッドサイエンティストの男がそれを手術して赤ん坊の脳みそを 母親の脳みそと入れ替えて蘇生させるっていう物語ですよね、はい、そこで生まれたベラというキャラクターがこちらでこの人が中心となった物語ということで,えで最新作なんだけど実はこれ92年に日本で初めて翻訳されててもうすでに原作のねえで原,作そう原作のえアラスタ・グレイツさんっていう人も結構な年長者の方で、はい、手塚先生のちょっと下ぐらい4つ下ぐらいの,、うん、えの方なので。 えっと最新の何かではなくて割とクラシックなことをやっているなというそれをまあえ監督が非常にその洗練された美術と見せ方であと音楽全部合わせて非常にこコアーティーな完成度の完成度の高い映画にまあ持ってき持ってってみんなそれ興味を抱ているということですね。つまりこの面白ポイントはもし母親の体に赤ん坊の娘の脳が移植されてたらっていう。<laughs> そうですね。っていう、これ、もしもの世界ですよ。うん、そうなんですで、これ、原作はもうちょっと曖昧らしいよね。ある、ある、だから登場人物の手記の中に書かれた、こういうことがあったらしいよっていうやつなんで。原作はもうちょっとぼんやりしてて、本当に、そういうことがあったのかどうかっていうのも、ちょっと、えー。曖昧にされるような構造になってるらしいですよね。ドリフじゃないよ。<れ>ドリフ。ドリフの、フのまあ、同じ、ももじな同じ、もしもの世界、でも、ありますわね。はい、はい、はい、はい。 中これあれで逆コナンでしたよ。逆コナンだね。うんそうですねはい。流さ逆コナン逆コナンですよね。逆コナン。あとまあええ分かんないけど。それとまあフランケンシュタインですよね。フランケンシュタインのこれフランこれフランケンシュタインじゃないのは知ってますよね。え？これフランケンシュタインの怪物ですね。 だから<え>みんな間違えてるフランケンシュタイン博士っていう人がいてその博士が死体を集めてで死体をつなぎ合わせて生んだモンスター、うん がフランケンシュタインの怪物って言われててこいつはフランンケじゃないのにその藤子 A 先生が先生ねそれを日本ほぼみんなこれがこいつがフランケンだと思ってっ地で理解しちゃってるからみんなこれをフランケンだと思っちゃってるっていうのがあるんですけどまあこういうまあまあそのそういう我孫子先生はざっくりそんな感じですよあともう一つ今回のうですごく似てるのが梅津先生の洗礼。 これは年老いていく母親が嫌だからこのまま自分の体だから娘の体に自分の脳を移植して乗っ取るっていう恐ろしい話ってあります。だからこういうそのちょっとおこかない話というのは割と猟奇的な割と昔からまああるっちゃあるなっていう話ですよね。でそうですねでえまあそれだけじゃなくてたくさんの あと、えー、でちょっとっ紹介しますね。たくさんのその、はい、そのパターンのやつあってもう絶対俺これは言わなきゃいけないなと思ってる、ね。こっちに行った。<laughs> そっか。だってあのこうこの源堂さんは、はい、あの由紀、うん、さんが亡くなった後に由紀、うん、さんの身代わりを作るじゃん。うん、だからまあ身代わりを作る系っていうのがあるんだよ。 <laughs> またたそそのな新しい系統が出てきた <laughs> そう身代わり作るだからその失われた何かの身代わりを作る系っつってこの後出しますけどもう一番有名なのは天馬博士。あ出ました、うん、なるで鉄腕アトムを作った天馬博士は自分の息子が交通事故で死んでその代わりに息子とそっくりのロボットを作っただけどこれは息子じゃないっつって知ってるんだよね。 でそれでまあ孤児になったアトムをまあお茶の水博士が拾って引き、ね、受けてっていう話なんでまあ切ない話ですけどそういう系譜の話ってすごくあいっぱいあるっていう話で、うん、この話をちょっと後でちゃんとしますね。うん、まあで、えー、もう一つの、まあ、この作品の、えー、お面白いポイントは、えー、大人の女体に中身が子供だっていうやつで、はい、これはやばいやつなんですよね。 やべえだから中は赤ちゃんなんだけど体は大人の成熟した女っていうやつでこれはもう手塚先生づかみはすごい簡単ですよ俺もめちゃめちゃ手づかみなんだよ<ー>だから俺これ見た瞬間にああもうあれだわ伝統芸能だと思ったえっこんんな伝統あったんだ <laughs> <laughs> この伝統芸能はどんな伝統芸こういう子ですねそうあの 創造主になろうとする寂しい男の話っていうのがまあ一まあつあるんですけど愛してくれなかった世界その代わりに自分が世界を作るもしくは愛してくれる存在を作る人形を作るえそこにそのなんつうのえ少女を作るもしくはえ少女を捕まえてきて自分好みに育てるみたいななんとか源氏とかそういうのもまあ含めてえまあちょっと愛され,愛されなかった男の。 何、えー、てうかな神になる物語っていうジャンルなんじゃないかなとは思うんですよね。でそのなんかこの造形のこれゴッドってねこの方が作るんですけどね、えー、ベラをね、うんえー、主人公のベラを作る人がこの方なんだけど、うん、この人ももう虐待されててっていう話ですね。うんうん、そうでしたっけ ちゃんと見てこの人はお父さんにそうそうお父さんにねお父さんに虐待されててでお父さんに実験材料にされててそして決定的なのは生殖能力奪われててるっことなんだよねつまりこの人セックスできないんだよだからその愛する存在がいても繋がることができないっていうところの絶望から生まれてるんだけどでも先に言っちゃうけどこの作品ってめちゃくちゃアートじゃん。 アー,トアートだよね。だからこ,れこ,のこ,のこの人明らかにこれじゃんっていうさもうフランシス・ベーコンで,でしかないよねっていうのはまあいろんな人言ってると思いますけどね<ー>多分だからこの,だこのベーコンが美術モデル美術の,このモデルになってるんだろうなというのは思うし<ー>、うん、でフランシス・ベーコンってそういうことをテーマにしてたじゃん。あんか何て言うんですかね歪んだに肉体と、うん、その人間性みたいなものも、うん、テーマにしてて。 でもう一つ、まあ誰が見てもわかりやすいやつ、ベラはフリーダカーロだよね、これね。だから<ー>リメンバー・ビーデプですってますよね。<ー>はい。だでこのこのフリーダカーロっていうメキシコのが、うん、女性は、ほら元子供の時から一応病気になって足が細くって。 苦しんででててそ,そ,その後事故にあってでもうそれずっと一生そのまあ自分の体が思い思うようにいかなくって苦しんだ方でそれを絵にしてるこの人、うん、だからこの人の,あの体がうまく動かないっていう苦しみをテーマに描、うんえー、いてた画家の人だよねだそれはもう本当にもう非常にこうベラと同じような感覚があるなって言って。 こここれらの引用がもうそこかしこにあるとかあ<ー>だからねしわ俺なんかよりもさらに分かる人には、うん、あれでしょあれでしょあれでしょって言っていくらでも見つけられるけど,るど一番分かりやすいのがこの2つだと思います。うん、見つけっていうでもまあそれはなんかいい,、まあ、やはりいいなと思いますね。はい、でさっきの話ちょっとまとめますけどね。なんかね、えー、っと理想の えー、少女を作る、うん、聖女を作る、うん、それって理想のヒーローを作るっていう言い方もできるんで、ね、つまり人間じゃない何か理想の何,何かを作るっていう時に、そそういうコンテンツがまあいっぱいあるんですけど、俺ねこの二つに分かれると思うんですよ。出た。作る派と変身する派、自分が変身する派。はい,はい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 。でこれ上がこれテーマ博士。うん、で理想のあのアトムを作るわけでしょ。う、はい、でこの方も作ってますよね。はい、ジャム。 この方もじゃあもうさんね、そう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 取り替えてくれます。うん、<laughs> で、あの方も作ってた、作ってんじゃないですか。息子に注射とか打ってんじゃないですか。まあまあまあ,あ、作るというかやっぱ継承あ。まあそうそんな、うん、つまり作る派の一派にそのフランケンシュタイン博士とかが。 いいらっしゃるとうでだけどもう一つヒ,ヒーローの自分が行くよっていうスーツ作っちゃう,うん、うん、これ両方ともスーツですよねうん、うん、でまあ変身するっていうパターンもあってうん、うん、っていう感じになるっていうねそれで、まあ、こ,のこの分別でその上にある想像主になろうとする寂しい男っていうのがあってアトムの天馬博士アトムの元ネタはピノキオですよね。でだからうああのもう か,かなり昔からそういうもありますよっていうやつでそれで,さ,でさらに今度無垢な少女を育てたいはずで谷崎投手でしょ。でなんかなんか一番近いのは何かっつったら俺知人の愛が一番近いよね。まあ、そのナオミではそうであるベラとうん、うん、そのナオミに振り回されるあの主人公が5人いるみたいな話にはなっててまあ育てたらいいけど手に負えない女になっていくという。 そのそれでその女を発動していくナオミっていうところですごくリンクしてるね。だからまあそういった意味では文覚性っていうのがあるかなと。なるほどなるほど、うん。とあとまあもちろんアヤコだよね。まあね。これはすっごい近いよな。うん、もうアヤコじゃんと思ったもん。閉じ込められてて体だけが発育して、で精神は未熟で,で、でまあなんかその性の喜びに目覚めてもうその ななんてその倫理がいからねブレーキを効かずにっていう反論をしていくみたいな村というか自分の関わってる人たちをそうまんま綾子だとそれで読んでたんだろうなって思っていと思うけどいや分かんないですよこの時代だし分からんですねなんか周りのさ一族の男たちがさ彼女に夢中になるじゃんそれはさ赤子だからなんだよ だから大人の女ではないから安心して触りに行けるっていう,っていうこれは非常にやばいですねチャップリン的な感じあの、そのそロリコンクソヤロンの系譜っていうのが <laughs> あ,ありますよねこの女はねありますねで,すねでこのピノコになるとこれまたややこしい <laughs> さらにややこしくなりますはい。 えー、18歳なんだけど子供っていうさらに複雑になってて手塚先生の変態味が、まあ、スパークしますけどね、うん、ピノコに関してはね。はいはいはい、あと大人になってほしくないっていう一つの枠,枠組みが肉体も大人にしないっていうふうにしてるのが、うん、ピノコでだ,だからこれ本物の人形化された人間っていうやつで。うんうん これが多分優勝じゃないの変態としては、まあ、ですねロリでで、大人にならならいいっていう、ね、あ18歳なのって言ってるんだけど絶対に永遠の少女っていう閉じ込められてるんでね少女に閉じ込められてる女の話なんでこれなかなかえぐい設定ではあるんだけどまあ助け出してるんでねうん、うん、っていう設定ですね。でこの辺の暗い感じを明るくしてんのまたうんちゃですけどね。うん、出た <laughs> 悪いけどこれそうだからね。ああそっか総遭襲。総遭襲だよこれ。すみません。何ですか。俺これ今日の結論これだったんですよ。あごめん先言っちゃって。あられじゃんと思って。そう。あら。そう。作ったら大暴れ。うそう。だけどほよよです。あられ。ほよよボアンあられがせ生の喜びに目覚めたらどうなるか。やだ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 。そう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 。やめてやめて。本当にそう。本当のなんかあの。 同人誌みたいな感じに見えてきちゃったというエロ同人そうエロ同人エロ同人なのエマストーンエマストーンだエマストーンがんちゃっていう言ってる感じでもこれはそのノリマキせんべいのまあ割と孤独から生まれてるしこれはなかなかやばい話でヨルゴスも読んでたんじゃないかと思ってじゃあアヤコも読んでた全部読んでたんじゃないかこの時だからねありえるなと思って <laughs> 全部それじゃさらにこれ「ペンギン村」っていう架空の世界まで作っちゃって隔離されてるんだよね。で隔離、ね、されてる世界で少女を作ってっていうその中年の男の話なんで。<laughs> <かに> <laughs> なかなかやばい話でもほらファンタジーヨーロッパ感もあるじゃん南国だけどねあ、南国あれハワイとかでしょあれハワイなんだムラあとヨーロッパじゃなくてあれどっちかというと LA 寄りでしょこの人はアメリカパカンっていう明るさがあるじゃんうんちゃーだからね天気悪かったもんねなんかだからスコットランド感とかロンドン感はないよね全然ねまあそういう感じそういう意味ではそうだハワイとかあともう一個めちゃめちゃシー性高いのがティム・バートン は、ね、ナイトメアのねサリーは、うん、まあ完全に同じようなせあの存在じゃないかなこれってだからこれはサリーはまあなんつうの嫌々付き合ってるみたいなところがちょっと違うんだけどねだそ、うん、のその、まあ、ゴッドの存在と、うん、え重なりますけどちょっと大人じゃないですかっそうそうこっちの方が、うん、女性としてねそうだねうでまあこれはもう、まあ、ティム・バートンっていう人のなんつうの持ってる性癖が 割とそのフランケン的なものが大好きっていうか、フランケンウィーニーとかさ、もやってるしね。そもそもね。そして、こいつもそうじゃんって話ですね。こいつ、こいつ人形作ってんじゃん。ラインが違う気がするんだけどな。まあ、で、こいつの話は、まあ、じゃ、後でじっくりしよっていう話だよね。で、まあ、一つ、なんか、俺、共通して思うのが、その。 無垢なる何かを作ってしまおうと思う男の気持ちっていうのかな、うん、それは世界を憎んでて、うん、閉じこもってて、うん、で、自分で作った世界の中で自分だけを愛してくれる存在を作っちゃおうっていう、うん、そういった文学の系譜があってで、これもそうだったなと思ってブリグズビーベアこれ懐かしいけど覚えてますよ奥野さん。これこれれですかかなんかやっ だっけこれやってんのこれあれですよ。あのルークですよ、これ。この月になってんのえ。えこれちょっと、でかくして。画面。使いようか。<laughs> うえ、だから、そう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 。全画面。なにこれ。これ、知らないですかいや、なんか聞いたことあるような、ないような、うん。これは、あの、ある男の子を監禁して、外の世界に出さないようにして、そこで男の子がそのテレビ番組を見ると。うん。それは、ブリグズビーベアーっていう番組なうんうんうん。うん、それも作ってん、その番組も。 その監禁してる男が。それでその番組をめちゃめちゃ楽しみにしてる男がある時気が付く自分は閉じ込められてたんだ外の世界に出ることができたんだとそしてその番組は本当はないんだってことに気づくのトゥルーマンショーみたいな話トゥルーマンショーだからその番組は彼のたためだけに作られ番組。それで出た後にどうしてもその続きが見たくなっちゃうえっっていう話なの。 よくあるし The Room ルームって映画もそうだったよね。だから<う>まあいわゆる閉じ込められた環境の中でずっといるから、はい、そっちが真実だと思い込んじゃうっていうのもあったりとかしてそんなこの系譜からで、これで考えてたらその監督ランティモス監督ってこういうさ「籠の中の乙女」っていうさこれ結構その結構ヘビーな <laughs> 俺見てないですけど <laughs> あの家族を監禁してるっていう。 うん、で、えー、出れなくなってるって、いうなかなかえぐいやつも撮ってるらしいですね。っていうようなことをやってるちゅうことですね。うん、やっぱそういうのは好きなんですね。あ、そう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 。変態でした。変態でしょうん。変態だと思わなかった。え。監督。しみちゃん思ったよね。<laughs> あの、<laughs> あ<つ>変態です。<笑><笑><笑> 下手です。下手です。下, <laughs> 下手でしたよね。<laughs> いやなんかちょっとこうなんかうんすごいなんか世界を憎んでるのか。俺の分。女を憎んでる。でもね。いや <laughs> でなぜ世界を憎んでるかって言ったら <laughs> あのそのゴッドって言われるあの男が。 虐待されてたわけで、自分の醜い姿になってしまったわけで,でそれでまあその外に出る普通の人のように外に簡単に出れなくなってしまったって言って、うん、内側にその世界を作ろうとするっていう流れっていうの、ん、がまああ,ったあるなとっで。うん かだけどえ実際に作った女はどうなったかっていうと成長していくとだから知人の愛になっていくと、うん、そして男は置き去りになりますよっていうさ、うん、この構造って何かなと思ったら俺多分ね娘がいるお父さんんんの気持ちななだだろううと思うんだよねうんずっと赤ちゃんでいてほしいけど必ず女になってしまって旅立ってしまうっていうその父との娘の宿命についてのまあ一つのメタファー。 そんなピュアな話だったの。これいやだからこれがげ俺が多分そのい最もその一番下にあるのはそうなんじゃないかなと思う。だとしたらこれ渡る世間と同じだよ。<laughs> じゃあ渡る世間です。高倉健の父父の。分かんない分かんない分かんないも五人も娘がいる五人も娘がいるいいいい誰も帰ってきゃしない。<laughs> そうそう誰も帰ってきゃない。<laughs> ああ、うん、そういうそういうまあこの気持ちが俺軸になっていながら男の問題だと思うんです。うん そう、だからこ、まあ、こでケン、うん、ケンってアンドケンじゃん。だから女性が主体的になろうとした世界の中では脇役でしかないっていうふうにして、まあその自分というものを失ってしまった存在になっているっていうふうに言われたよね。それでまあ今回もまあいろんな人が言ってますけどね、バービーその後っつってね、はいはい、バービーその後、バービーが女をうん、うん、肉体的な女を物にうん、うん、手手にしてからさ。 エンディングを迎えたと、それ以降その次のその次のステージの話だっていうふうにまあみんな言ってますよね。いや俺はそこがちょっと違う気がするんですけどね。どうちょと考えました。どうぞどうぞどうぞどういやいやちょっとどうぞどうぞ。いや俺はそう思いないんですよ。でも伊沢さんはそう思うと。思わない思わない。思わないよね。じゃじ聞かせて。思わない。いやかだから全然違う話だったし、あのフェミニズムじゃないよね。 そうだねなんか、むす、ごい女、なんかね、すごい巧妙だと思っていて。なんか、ちょっとけ、なんか、なんだろうな。結論になっちゃうかもしれないんですけど、すごいこう、男性社会の中で認められる女の子の話だったんですよ。ああ、はいはいはい。なんか、すごい女の子が自分で考えて、自分で自立しているように。見えていくんですよ。だから、いわゆる、それは、その。あの、ベラが、だんだん成長していって、私、その知識を。 知性を手に入れましたっていう流れに一見見えるんだけど、うん、いやこれ違うよなって私は見た時すごい思って結局男性社会の中で君はこうそのいいんだよいていいんだよって男性が認めるからこうなんていうのかな権利を得ているというかなんかそういうものにしか見えなかったんですよねだからなんかバービーとは結構真逆だなと思っていて。 でかつまあ男性に関してもだからすごい一見その男の人がすごいこう権利を持ってるように見えるんだけどでもいやこれ結構弱者男性にまたぶっ刺してきてるとこもあるじゃんみたいなことこがあったんでなんか結局これアンドケン的な感じだと思うんだけどなんかあんま,あんまみんな「これはそうバービーとは違って」とか「バービーより」みたいな結構対バービーみたいな 感想を書いてる方が多かったんでなんかちょっと僕の人違っと思った同じいや俺のとは違うななんて言うんでしょうねそのだからすごい全然今回ライドできなかったんですよこの映画になんかすっごい外国のんかロードムービー見てるみたいな。 な,なんでこんなに違和感あるのかなと思ったら,だらバービーのぞか流れで見ちゃってるっていうのがまず1個あったんでそれとじゃあ何が違うかっていうと絶対続編じゃないなと思うのはバービーって社会性があるんですよまず。 バービーランドの中でワールドの中で生きててうん、うん、それでそのいろん下界に出ていろんな人と交流してあのおばあちゃんとかとさ女っていいもんだよねみたいなそれで選択してるわけじゃないですか、うん、女になるっていうこと肉体化するっていうことうだからもうその時点で何がある種の善悪かっていうのを自分で判断してるんですよ。こ、うん、こっっちちののの方方向ににはいかないこっちを選びますアススイングスの方はもう本当にその、うん あの先天的にあの女である、うん、っていうことなんですよねだから社会性がない状態で暴走していくっていうことになっていくのでなんかもう出発点から全然違う話だしその主まあ主題も多分全然これ違うんですよね、うん。でバービービっってもっと意図的ななんかその あのまあ、フェミニズムっていうものを、まあ、ある種もう一段階あの次,次のステージというかさなんかねああアンド・ケンの話だったっていうようなとこまで落としたけどこれは、うん、別に俺はなんか分からない礼さんのその感想というかそのね解説聞いてからの方はがいいかなと思1個はだから明らかにそのあのバービーの世界の中になかったセックスの問題だよね。うん だからセックスを見つけた時にそれを幸せを見つけた発見したんだっていう話からのその軸はまあバービー世界で描かれてたものではないわけだよ。 だから、うん、あそこで封印されてたものが今回ここで解放された時にどういう変化をするのかっていうのは面白い、うん、でその時に同時にこいつはどうななるのかって話になる、うん、だから男たちはその女の変化についてどう対応していくのかっていうことを自虐的に面白く描いてたっていう、ねはいはい、だからその「ダメ男5人」っていうんだけど出てくる5人いるじゃないですかこれこのダンカンさん。 ハリーーさん。うん、アルフィーーこれ最後に出てきます。うん、マックスと、うん、待ってるだけのマックス、うん、でしそれが最も,も,もこじらせるゴッド、うん、かわいそうな人ですけどね。で <laughs>、これダンカンが一番面白かったですけどねまさかハルクがこんなことになるとは思わなかった。っていうこいつらが、えーまあ、それぞれ、えー、男たちのダメなところを代表して描かれてるところが分、まあ、かりやすく肝だなと思った。 あの俺ずっっと映画館で笑てたんだよね。映画館で笑ってただ <laughs> <え> <laughs>。だって知ってる痛いやつだもんだって俺の中にある痛い部分をみんながやってくれてるから「<ー>あ<ー>あもうこれあの時の俺」とか言ってってなるっていうか <laughs>。 そうそうそうあらだからこれはお前らお前らかっこつけんなよ絶対お前らだってそうだからなお前らの中にこの5人主違いますねお前ちょっと待ってふざけんなふざけんなお前ら僕はそうかもしれないそんなもんさ金ちゃんあれもらっていいですかダンカーなんとかっていうやつちょっと今アバターが出てないんでちょっと言えませんねんやねん 伊沢さんから見てレイさんどれだとえわかんないわかんない見せてくれないそれはえあんだけマグロででやってんのにいやいやいや見せてるの私だけですから私ばっかり熱烈ジャンプしてますからねあそうですか私ばっかり熱烈ジャンプしてたけどなだってこれがだってこれさこれ これね、うん、この後にどこにいるかと思ったら、うん、ひょあの、ここにいますからね。ここにいますからね。こんな血があるね、ま。だから、このいた本当知らなかったこの絵でもう全部表現されちゃってんだよ。<laughs> <いた> <laughs> だから、そのベラの闇のトンネルの中から出てきてるとも言えるし吸い込まれてるとも、いつも穴にかかってるとも言えるっていうやり方なんですよ。これがまあ一つすごく面白いな。うそういう意味では一番ハリーが近いんですね、闇に。 ハリーはお前ことできてますね。ハリーの闇はめちゃ面白いじゃん。え、お前もだからハリー的な闇に入るじゃん。俺はこん中で多分ハリーだと。ハリーだよな。あ、だ格好つけハリーですよ。格好つけハリーですよ。無敵の人だから。え、でも怖いのねって言われちゃって。そんなことない。いやいやいや。ベラに言われてたよ。だからだ現実主義者を気取って夢を否定する男は 夢を抱える勇気がないんですねっていうことを言われるっていうスリリングなシーンがいいですよね。ハリーに関してはね。うん、ああ、まあ、こんな風にして各キャラクターにまあいち,いちそのベラの存在がぶっ刺していくっていうか、もう一番ひどいのダンカーさんですけど。 それがまたその超面白いよねって言ってっていうことですよねでまあその同時にまあこれって女の問題映画でもありますよねっていうことでしたねだからまあ男の問題と同時に女が抱える問題その性を獲得してから女がどういう風な問題を抱えて生きていくのかっていうことそのそれに関しての映画でもあったなっていう,うっていうことでしたねそれで、えー、まあそうだなそれでえっと あでまあこれがテーマでしょうね性の肯定による事故の発見というのがまあポイントですよねバグラビッツ完全に恋愛大肯定プログラムで3年間お届けしておりますバグラビッもう3年3年目ですよ4年じゃないですか4年目もう俺ら4年付き合ってますごい4年目だから俺らすごいよすごいよ今そんなこと言うと香ばしい時代ですよそうだななかなかうるさいうるさいいいやすごいぞ続くってのは ね、なあ<ー>そうだよ本当に、うん、まあだからかそ,それはその肉体的な性の肯定っていうことから始まる、えー、事故の発見っていうところが実に面白いっていうでこれをやってんのが、まあ、あのヤンサンファミリーっ教えてもらったんですけど、はい、あの時期っていうのがやっぱポイントじゃないかっていうどういう時期かってい,いう時んあれそうかそう ビクトリア朝時時代代っていうのは禁欲時代だしでしかもね奥野さん最初ビクトリえっあそうかそう母親の名前は母親の名前はビクトリアなんだよそうか一番最初はビクトリア夫人って言ってたねモノクロじゃないんだよ青くてすごいギラギラしたその綺麗なドレス着て自殺するところから始まっうだからつまりこれビクトリア王朝の終わりなんだよね やばっ,<ー>ってことはこれ金欲時代の終わりであり性の解放っていうところを冒頭に持ってきてるとも言える<ー>でこれをさスコットランドからロンドンに変えてるところもちょっとね生々しいんだよねん<ー>あの四つの国がさややこしいことになっているイギリスっていうさ<ー>大英帝国の中でロンドンにしたんだっていうさ ね、それを原作中の人はそれ違うだろうって言うかもしれないけど、うん、ここに一発ひ皮肉が入ってんなっていう気もするんだよねつまりまあいい言い,いよだけど女王殺しの話でもあるっていうかある種女王が作った世界なのに,にっっそう女王が作った世界なのに女にとっては禁欲的で非常に暮らしにくい世界だな。 ね、誰かが言ってましたけどベラさん髪の毛下ろしてたけどあの時代髪の毛下ろしちゃいけなかったらしいねあそうなのだからめちゃ上げてんので、コールセットギュウギュとかさなんかそのいろんなそうううすつけまそそやっちゃいけないことだらけの中で暮らしてる女性っていうそこの中心が死んだだからその時代の変わり目だあるよねだからビクトリアが死んだってところから始まるっていうところのやつでこの時期の大黒さん はい。あとはあいつらじゃないですか。ラファエル全パ？その通りです。ベアタベアテックええこれはダンテゲイブリルーウェルゼッティですよね。ゼッティのあのサークルでおなじみの恋愛サークル恋愛サークルでおなじみのラファエル全パ。ラファエルクラブラファエルクラブラファエル全パは何をしてたかというと同人誌活動じゃないですか。そうですね。そうですそうでこの人たちが好きだったのは。 えー、まあ死体のような女が大好きそれはみんながそうじゃないからあのオフィリアだけが <laughs> あれが象徴されてます <laughs> されてるからみんな死体愛好癖みたいに言うのやめましょう <laughs> 物語の中の女性人形化された女性で内面ではなくルキズムですこいつ,らつそうルキズム全盛ですね完全にこれバンジョーズ、うんえー、だからこれロセッティの弟子ですねこんな感じだったでしょみんな <laughs> この映画 <laughs> 分かりますこん、うん、そうなんだよねうん、うん、だから、まあ、と幻、ね、ここまで分かってると、うん、この映画、うん、何をやろうとしてるかちょっと分かってくるうん、うん、だから割と歴史をなぞっていやそのラインで見ると確かにちょっと面白くなってきた面白いし深いの、ね、何回見ようかな、うん、もう一回見てほしいよ <laughs> もう一回見てほしいよでで。この人が小説でいや日本で翻訳版出たのが92年アラスター・グレイさんっていうことで、まあ、そのスコットランドでは有名な人らしくてでこの人さ同時に画家なのね。そうで自分のその単行本あの,小あの,本の,小あの表紙は自分で書いてんだよ。で<え>これ,いいなこ,れこれ書いてんだよ。 アラスターさん。サシ,サシエも書いてるよ。あ,あ、そうなんだ。アップにしてもらっていいですか。ちょっとね、アップにして。横をタッチじゃん。うん。うん。サンサロン。Y ジロ、うん。そう、Y ジロ。Y ジロやってるよね。ちょっと、ちょっと Y ジロやってるかもしれないね。Y、うん、やってる。そう。で、ここのランナークからもうずっとあの自分の本は自分でやるよみたいな感じだったらしいです。だから<ー>シュルレアリズム的な感じっていう感じでやってたって。だから二十世紀の人ですよね。 そう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 二十世紀絵画でだからんかラファエロ全波から始まってるけどもうシュルレーズム以降のアートが出てきててっていうところがちょっとまた面白いっていうで監督の「ヨリゴスランティモス」もなかなか面白くってさっき言った女王陛下のお気に入り「駕籠の中の女」とかあと「聖なる四季五鹿殺し」。 監督じゃないです。<の> <laughs> だからえぐいやつあとロブスターねロブスターね、うん、なんか動物に変えられちゃうう。うぞっていうあ、そうなんだ。カルトムービーを使うや<か>ある人、えー、カルト的な表現をするカル,カルトムービー的な表現をするんだけどだ B 級的な絵,絵作りじゃなくって、まあ、今回もそうだったけど、うん、非常にその質の高い絵作り。うん そうみたいな美しいグロ。うん、ま,まさにそれだね。芸風は俺、美しいグロだと思うよ。あう。うん。みたいな感じでこの監督についてはいろんな人がいろんなこと言ってるからまあいいとしてですね俺だからこの2人が、まあ、タッグを組んでるところがすごく面白くて、うんうん、そこから生まれてるものだっていうところがねそうでこの、この映画「えーまあ、哀れなる者たち、まあ」パッと見俺ね絵本だと思ったん絵本だなと思て。 絵本展開なのこれって絵本のような画面で1幕始まり2幕旅3それからっていうこれだけですよあるのはだからすごく複雑な物語があるわけではなくてえベラ誕生までの話そしてベラ覚醒旅に出ていろんなことを知るそして知ったベラは何をするのか変そして母の秘密が暴かれるっていうそのそれからっていうやつ。 っっててていいううのを、えー、まあ表現してるっていうんでで、まあ、ものすごくうまいなぁと思うのがあ冒頭で自殺する母親はカラー、うん、でその後、えー、ベラ誕生」からはずっとモノクロ、うん、そして魚眼レンズでずっとベラ視点で世界が世界の歪みを見せるっていうのとあとあの音楽ねあの何とも現,現代音楽的な音,音をまずちょっと外して、うんうん、でえ その奇妙な現代音楽的なあの音がずっと鳴ってるでしょ。そうなの、ね。うん、見て聞いて <laughs> いやモスキートーンかったったかな。違います、ね。俺聞こえだったらわかんないよ <laughs> 私たちも。も <laughs> そう。であれのサントラはいいですよ、うん、かなかなか。そう。でなんか。うん 音楽最近の人らしいんだけど。ななうん、やった結構もうなんか自然にとげこみすぎてた。あのもう絵との調和がすごかったから、うんうん、なんかもしかしたら、うんうん、自然すぎちゃったかもしれないです。うんうん、多分音楽だけで聞いたらちょっと変なんだけど、<う>絵も変だし<う>話も変だからうもう調和。 してた気がする。うん、だからそのつまりさ。肉体は母親のもので、うん、脳みそが赤ん坊のものでしょ。うん、だから、うまくその調和してないっていうのを、うん、音でも見せてるし。あとはあの映像でも見せてるし、動きでも見せてる。る、うん、だからエマストーンの動きが、うん、そのまだいろんなところがつながってない。動き方をするそうで、冒頭でおしっこするところが始まる。 だから立っててておし,っこしてるじゃん。うん、だから,だからあ赤子のまんまなんだっていうのをあれで見せていくでそこでもういきなりなんかそのいろんなものをバーンってぶっ壊したりとか <laughs> するとかそ<う>そそう食べ方とかっていう、うん、そのだからあれをずっと淡々と見せていくことによってあこれ中身赤ちゃんなんだっていう、うん、それが少しずつだしかも魚眼レンズで撮ってるとか広角レンズで撮ってて世界が歪んでるんだよね常に。 そうであとセットがすごくそのいなんつうの作り込まれててねはいはいはいでセットのなんつうのいろいろなモチーフにも意味があってさそれやでやがて分かってくるっていうのさ、うん、あとなんか刺繍がすごいよねだから後、<繍>冒頭で冒頭でセットの中にある刺繍が出てくるんだよそのあのえっ、ー、と縫<ー>ってあるやつソーイングってことソーイング刺繍刺繍がえで、うん、そうそうレ,レリーフみたいな刺繍が出てくるえ出てくる 出てく、出てくるんだよ。同じの見ました。お前ちゃんと見ろ。<laughs> <え>冒頭。冒頭いきなり刺繍、そ,刺繍その刺繍のアップから出るんだよ。で、それはる。ごめん、あんま分かんない。えで、それは。旅なの。旅をして、旅をしている絵なの。だから、後に彼女が旅をしていくところを、先にそれ見せてんの、刺繍で。うん、っていう演出をしてました、ね。 出てないねてぜな、えー、でもま渡りがあのうんうんって言ってるから多分そうなん、えー、ああ,あったよな、うん、そうそうそうあったんだよあいつは忘れないだから何回か見たら <laughs> 何回か見たらその最初からそのせ映画でいろんなことが起こるやつもう事前にこうたフラグ立てててっていうのが分かってくるっていうやり方してて、うん、ほんでまあそのなんだろうなその博士が作った機械な生き物 変変なものと変なももののといちゃったああキメラがねキメラがたくさんいて<ー>みたいな,たいなその、まあ、悪夢的な偶話みたいな感じで進むと、ね、このモノクロヨガンレンズっていうねそれで、えー、ここで、まあ、異形のものとしての赤子あ赤異形のものとしての,その存在赤子が入っててっていうして、まあ、バランスが悪いものが、えー、音楽としても表現されてそのバランスがだん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 。 ええー、くしかも、このアンバランスさを表現するために、衣装でもやっていく。<ー>だから、異常な、その方の、あの。うん、そう、小黒さん、俺、これ見てて思ったんだけど。この、あの、異常な、その、提灯層で。なんていうんですけど、これ。ハ<あ><れ>フスリーブ。ハフスリーブの、でかすぎるやつって。うん、なんか、これに見えちゃって、途中から、これ。ああ、うん、これ、これ <laughs>、もう、硬かっていた。ああ、って思ったら。これ。え母親の母体じゃん。 エヴァって。<ー>で中でいるのって息子じゃん。うん、子供じゃん。うん、子供の脳みそが母の体で同じじゃん。<laughs> なるほど。<laughs> <laughs> なるほど。そうとも言える。<laughs> で確かに。でしょ。つまり <laughs>、うん、エヴァを見てたと。 エヴァだよきっとこれ違う見たんじゃないかとヨルゴスがヨルゴスが、はい、あもう全部これだから世界はあんのから始まってる <laughs> 世界はあんのからは始まってない <laughs> 始まってない、ね、<laughs> でもこれあの同時上映でエヴァンゲリオンやってくれたらすごい面白いねいだんだんみんなこ <laughs> のちょっとなんだこれどっちどっちだったんだっけなみたいな、うん <laughs> ならないですね、ただこの構造がちょっと面白いんだよ。母<ー>母の中に子供が入っててを動かしてでそれをロボットものにすると「エヴァンゲリオン」になるんだよ。でまあいろんな部分が違うんだけど、うん、っ,てっていう共通部分があったりなんかして他にもありますけどねこの作品のね。 エヴァンゲリオンと両方ともこれ徹底的に考察してここは違うけどここは合ってるっていうのをやっていくとなかなか面白い研究だと思うとそれくらいいろんなこのだからこの類似点をあぶり出すことによって見えてくるのは何かっつったらそしてそして生まれたくなかった生まれたくなかった男なんだよ。 母の母に帰りたいって言うところがこっちは違うんだよねちゃんと女としての人生を全うできなかった母親の代わりに私は使うからビクトリアさんよとビクトリアさんよあなたの人生は女としてちゃんと生きたのかと娘のベラは言う。だから母の体を使って 母の復讐をする。母の母にとっての、母のための復讐劇をするっていう物語になっていくっていう。うそうすると、こっちなかなか健全な話に見えてくるっていうね。<laughs> <laughs> こっちだから悲しい男の話。っていう風にも見えるんで、なかなか面白いなっていうさ、い<や>思いました。ねうん、ここでエヴァ出してしまったので、はい、ここで俺の疑問が一個あるんですよ。どうぞ。この、うん、いや俺だから、あのほら見てるけど、すごいもう忘れちゃってるから、うん、見てたらごめんなさいなんだけど、うんうんうん あのこれ胎児を脳を移植したじゃない。その胎児の性別が男だったのか女だったのか。になんか結構あれこれもしかして言ってたっけと思って。言ってた。うん、ど女だったえ。そこの言及ないね。いや俺はそれ俺男だと思ったのよ。うん、女だろうなと思ったんだけど。でもだとした映画を見ていくと、あ、これ。 あの、やってることはすげえ合理的な男のムーブをずっとやってるのよねなるほどでこれもしかして女の体に男の脳を入れちゃってだから女体化したさあ,あれだと思ってだからジャンルが変わっちゃったんだよねそうかなるほどなるほどでもその見方は、うん、ちょっと面白いそう。朝起きたたたら女にななってましたみたいなやつあるじゃん。あ君の名は。そう <laughs> あ、ちょっと。転校生。ちょっと今日は。あ、そうだ。ちょっと今日君の名前もダメだダメだ。ちょっと今日は。ダメだ。ごめんなさい。あ、ただおぐよさん。あれなんですよね。なんでしょう。俺だから、その説、かなり文学的で面白い。そのだから、男の子の脳みそが母親の体に乗ったら、完全にエヴァンゲリオンだそうだから、エヴァンゲリオンだなって。だから、エヴァまで俺はそこまで想像しなかったけど、 これ聞いて、あ、そうだよなって思ってでもアスカじゃないだから暴走するって言うのねアスカアスカじゃないアスだってだってシンジくん男の子だからそうかもしれないけどでもアスカの場もあるじゃんあれエヴァ、だからこいつはさ、こいつってあのシンジはさ、息子じゃん初号機はねアスカはさ、他人じゃんえ、でもあれお母さんの誰じゃないのアスカもあ、二号機そうかそう、二号機お母さんのアスカなのか、それともシンジなのかで だいぶこれも違ううでだから新書で出せる出さなくて俺もねそれ根拠が一つあってあの売春宿でのお客とのコミットの仕方が女性的だから子供の時の話をしてっていうのと私はその代わりにギャグを言うからって言ってただの体を売るっていう行為ではなくって作業にしなかった。

今俺はは男を悪く言ってるんだよなんか女の良い性質について喋ってます。はい。どっちかを上げるとどっちか下がるんだよ。いや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 そ,そこはやっぱね。それはあなたの問題です。<laughs> <laughs> 犯人探しじゃない。犯人探しやめましょう。そうじゃない。そうじゃない。ただもうほらね、女性と付き合ったらさ、必ず話し合いましょうってなるから。そうです。ね。そこからは逃げられないですよ、奥野さん。でもさ、話し合ってもさ、絶対さ、こっちの意見聞いてくんないほら来た。ここでやって。先帰っていいよ。終わったから先帰っていいよ。 先、うん、より難だからだからやいやだからこれさ男の問題だし面白いんだよ。うん、そうかそうらでしかもさこれさ男が作ってるから、うん、俺たちってこういうふうに痛いよねって言ってんの、うん、もう原作も夜こそも <laughs> だから笑えるし楽になんだよ、うんうん、だよねってな,なるっていうさ。 そして女を見送るもんだよねっていうさ <laughs> はいはいなっちゃうよねっていうさ <laughs> 映画でもあるっていうかねでええー、まあ一つさっき言ってたけどええー、ょ、ま、そのベラの成長の、ま、トリガーを引くのが、うんえーま、バーギーなんですよね。 バービーで最後に手にするものっていうか獲得するものつるぺたじゃなくなった瞬間にそれの発見が幸せになる方法を見つけたよっていう無邪気に言うんだよねこれがね。でそれが言えない時代の感じっていうのがすごくあの時こうまく表現されてて「なんてこと!」ってなってみんなで大騒ぎするんだけどいやそもそも自分の体ですよっていうところで旅が始まるっていう。 のがとても俺は面白いと思うしいいなと思ったんですよね奥野、うん、さん嫌ですかえいやだから女性が自分のね喜びを発見していくっていうさあのね、うん、けしからんと思いますかけしからんとかそんなこと以前になんか、うん、あの全、うん、くこのなんか俺が今まで見たあの裸の中で一番エロくない部類に入っちゃうっていうかいやそうでしょうなんか何にも思わなかったんだよねそ,そうでしょううんそうでしょう そう、だからやってるのはどっちかというとおっさんの G 行為見てるみたいな感じ、うん、なっていうか何かそれを演技,演技でやってるのがすごいと思うそうだから色っぽすだからほんと後半で言おうと思ったんだけどだからすごい考えたのはこ,これ見てそのエロい、エロスって何かなっていうのを結構俺考えましたね。ううん。うん。で、これが、つまりエロくない。 そういう行為を見せつけられた時に、非常に文化的ではないと思ってしまうんですよ。うん、思ってしまったんですね。うん、ってなった時に、なんかこの映画自体の、なんか、うん、なんか、なんそう。な<ん>それをだから肝だと思う、これ。そこは。うん、だからそうそうそう、すごい面白いね、それが。なんか、それを考えちゃうじゃん。すごく考,えちゃう考えちゃう、考えちゃう。あと3分。 終わっちゃうけど、俺この同貞婚約者マックスの話すごいしたかったんだけどこれちょっと後半で同貞婚約者マックスとバブルバカ男ダンカーの話もちょっとしなきゃいけないんだけどこれじゃちょっとこの後あとこの後、この後ちょっとじゃあやりますかじゃあファミリー向けにかりました気になる方はファミリーになってください待ってますということで山路のヤングさんで「哀れな者たち会」なんですけどもまあ 今日もそうですけども、非常にバグラビ向きの案件で、もう三年なんですね。四年目です。四年目にですか。すね、来月から。そう。ちょうど今三年目が終わるところですね。そう。そうですね。すごです。じゃ改めましてちょっと宣伝とかありますか。お願いします。はい。はい。はいですね。そうですね。ヤマダレースとバグラビッツ、東京 FM のオーディというねポッドキャストで毎週夜日曜夜10時から配信しております。 なんとね、YouTube もありまして、YouTube もあるし、なんか Spotify、えっとそうそう Spotify とか Amazon Music とかでもいろいろ聴けますし、でもう一個今日はあれですね、バグラビ袋クじというですね、そうですね、あのちょっと有料コンテンツもありまして、ちょっと最近勢いがないんじゃないかとこの前ちっと X に書かれまして、勢いってどういうこと？エロくないって言われちゃった。あ、フクロトが、どんだけエロいんだって話なんです。 だからその袋とじって会員限定だからあのまあそのいいかみたいな感じでその収録がね終わった後にちょっと2人で悪乗りしてずっとエロい話してる。でもエロいっていうかちょっと正直課金なんでそいわゆる言いにくいコンテンツ。そうね、私としてはすごいヤンさんの有料、うん 時間の感覚なんですちょっとやっぱ「これ言ったら炎上するよな」とかそだからそのちょっと言いにくいフェミニズム問題とか「これ言ったらちょっと燃えそうだよね」みたいなことをやったりしてたんですけどちょっとね最近それが続いたんでちょっとねってあったかもしれないけど明日配信分はいろはについて <laughs> <べ> <laughs> 私がめっちゃ語ってるんで <laughs>。<laughs> 分野だからね割と,割といやずっと序風の話で盛り上がってたから。<laughs> <laughs>

本当に。い見てください。はい、ぜひ。一人遊びの話をしています。はい、お願いします。はい、聞い <laughs> てみ、ね。聞いてみ。聞いてください。はい、お願いします。えー、じゃあ、あ後半いきますか。はい。うね、あ、それから、来週は。そう、来週のアンドリューアンドサンデーは、えっ、ー、と、3月頭の放送ですね、えー。北川翔先生をお招きしてのレイトショーになります。はい この漫画はすごい2024年度版ということで「ダイヤモンドの鋼材」とかそういう5作品ずつ男編女編をレジさんと翔さんにたっぷりと語っていただきつつ作詞田中さんとか芦原先生の作品もちょっと翔さんにね聞きたいなと思っておりますぜひ。是た側ずっと漫画描いてるから大変なんですねアナログね。 ほ <laughs> 本当にまたスクリーント買い直っ,ってんだ、うん、最近多いねスクリーントを買い直してる人あそうなん、ね、<laughs> そううん、うんうん、いいと思いますよそれからですね9日3月の9日になるんですけども、えー、ミノミュージックのミノくんが、えー、本を出版されてるてミノの本見たわなんかあのー、すごいですねびっくりこんな分厚いの あの j ポップというか日本の音楽の歴史というかルーツを縄文時代から紐解いていくという初音に行くまでもう力作中の力作なのでぜひ皆さん歴史書だねはい若いのにすごいその本人が来ていただきますのでうん見の来るよたっぷりとうんそれからえりさんなんですか久しぶりにどうでしたかああれか岡田さんの番組岡田さんの番組かはい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 や面白か たわ面白かった面白かったで、まさかの岡田さんがお前に会いたいって言うと思わなかっためっちゃオックオック言ってます。俺に会いたいとは言ってないよお前と話したいいやお前さ、岡田さんがそんなこと言うのが滅多にないよ名指しだよ堺のあきんどなんだよいやちょっとまあそういう言い方よくない俺家近いんで、若山市と大体わかるんですよ、あの大阪商人のああいう感じいやでもね、あの岡田敏夫に 友達2人しかいないだよっつって山田レイと海洋堂の社長でまさかあの友達はいらない仲間がいればいいみたいなことをずっと言ってた方がえっと思ってそうちょっとちょっと嫌だったもんなんでちょっと岡田さんってんで岡田さんの弱気なところが嫌だ弱気とかじゃなくて岡田さんみたいなどういうこと分からんなんかでもんか複雑な気持ちになったよね そういうこともおられるんちゃうかな。いや本当はいるんだけど、まあそういうことになってるんですよ。じゃ年尾年尾に取られた嫉妬ではない。えちょっとどうどうぞ。ちょっと待ってそれもいない。心れて、それも違うんだう。そうそう違うだろう。みんな仲良くしよう。そんな岡田年夫さんとヤンさんあの遊びに来てくれると約束をされた。あえそうしたら決定しました。 ということで来月は岡田さん来てくれますあのまだしっかり決定してからすげーよ岡田さんここ来てくれるって言ってた何話すのだってさもう9年前とかですよそうでも岡田さんいなかったらないからこの番組それはそうなんですよそうゴッドだぜ俺たちにとっての俺たち俺たちベラだからえ俺たちベラなの俺たちベラだからよくわかんないうちに ようやく体を動いてますね。わかりました。<laughs> そ,うそ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 う。えー、なのでえー、ぜひぜひ来月のヤンさん楽しみにしてください。うん、よろしくお願いします。面白いよ。じゃ<ー>ご飯あ、えー、哀れなる者たち解析いきましょう。明日からでした。さっぺ